アローラ、ケバブ屋さんで金を払わずに帰りそうになって、危うく食い逃げ仕掛けたモコと申します。今回はですね、ユータさんとのマッチングです。よろしくお願いいたします。まあ、なんでもですね、僕この動画が YouTube のモコージの実況チャンネルにアップする3000個目の動画に、なるらしい。いや、正しくは3001個目かな。過去のニコ生とかニコ動の切り抜きとか、あとアーカイブ生放送の、そういうのを込み込みで3000一個、昨日で3000個達成したらしいんですね。なのでちょっと今回節目だと思うので、やはり僕といえばね、ポケモン実況。はい。散々やってなかったポケモン実況、今日に限ってやっていこうと思います。よろしくお願いします。まずちょっと選出か決めていくか。なんか相手のパーティー、今週の結構レート高いんだよ。1661ぐらいあったんで、ちょっとここは慎重にもう、しっかりと選出を、していきたいところですね。どうすっかなぁ。これ、ショップ内は、レオパレス21刺さんじゃねえか、これ。初手レオパレス21ありなんじゃねっていう気がするなぁ。ただ、ガブとか来た時にうざいから、まあ、初手フェローチングで一発様子見して、で、岩バレス。で、さらには、マリルリどうなんだ、これ。マリルリ絶対行くでしょ。マリルリは必要だと思うな。はい。これで、OK です。まあ、個人的にはですね、チャンネル登録者数とか、再生数とかっていうよりかは、動画の個数の方が僕、節目だと、大事な節目だと思うので、そこはちょっと熱く語らせてください。はい。まあ、本当にね、3000個っていうのに、もういろんな、この今までの奇跡があったんですけど、もともと僕のチャンネルやっぱ、シャドーバースからちょっとある程度、人が増え出したと思ってるんで、あ、ここアブリアス来た！これはでかい！ここね、フェロージェでね、しっかりぶちさせるんですけど、ただ相手が助けを持ってた場合の返しがちょっと怖いかな。ただ自信が半減で、さすがに相手自信打てないから。で、仮に激輪来た場合は、マリルで次受けられるんで、ここ普通にレートビーム打って良さそう。ですかね。それかトンボするか、かな。ここトンボ、いや、ここ素直に霊火でいいはず。はい、霊火打ちます。オッケー取った。で、まあ今だから、今このタイミングだからこそ、刺す気持ってたか、しょうもね。ガンプ一番ダリーの来たなぁ。しかも結構入るんだよ、これが。これで相手から上から行かれんのが確定したから、まあマリルに交換しましょうかね、ここは。このタイミングだからね、せっかくなんで、本当に、なんか、この動画3000個目っていうのもね、Twitter とか、YouTube のコメント欄のコメントで気がついたっていうのもあるので、あんまり僕その YouTube とかね、そういうののコメントに対して触れないじゃないですか。まあ、なので、ちょっとこれを機にお話ししておきたいなっていう思うことがいくつかあります。ここちょっとアグジェット打ちますね。はい。なんか最近そのコメント欄で、なんか大喜利がどうとか、なんかそれに対してお前寒いんだよ。クソキッズがよ、みたいな。なんかそういうコメントでなんか争い見て、たまにメールで来るんですよ。こういうのが嫌なんで、もうなんかモコさんの動画もう見ません、みたいな。な個人的には、個人的にはって、そのもう本当僕がずっとポリシーとしてやってるのが、なんか別にもうコメント欄って、皆さんが自由に書くとこなんで、まあ、たまに僕スパムとかはバンバン削除するんですけど、基本的にコメントには干渉しないし、まあ、だからといって、その、コメント欄の空気が嫌だから見ませんって気持ちもね、すごい、わかるんですよね。まあ、僕はそういう人間なんで、僕はどっちかというと、やっぱ、なんか好きなね、投稿者さんとかがいたとしても、やっぱコメントで、なんかその視聴者の雰囲気ってやっぱあるじゃん。なんか、嫌だな、みたいな。なんかすげえ、もてはやされて、信者しかいねえなとか、アンチばっかだな、みたいな。なんかそういう空気嫌で見なくなるって気持ちはすごいわかるんですけど、まあ僕は、あんまりそういったコメントに干渉する気はないし、こういう風にしてくれっていう気もないし、ただ言えんのは、僕はどんな人のコメントもしっかり読んではいる、ある程度。読んではいるし、人の、なんだろうな、視聴者さんのそういう声ってのをなるべく耳には入れてるんですよ。それを反映するかしないかは別として。だからまあ別に俺はコメント欄で言い争いをね、しようがなんだろうが、僕は勝手にやってくださいとしか言う、としか言いようがないし、まあ、それはそれで僕ちゃんと見てるから、なんかそういうところをね、どうか誤解のない、誤解というか、ちゃんと見てるんだよってのをね、伝えられた。言いたいこと全然まとまってねえな、俺。最低ここは、この捨てみたく多分受けれねえわ。
お前しかもこれ、いやでもこれワンチャンあるよ。いやここフェローチェかな、さすがに岩パレスの、岩パレスが積む絶好のチャンスだと思うんだけど、これどう？なんか恨みあるかな。リュウマイ積まれるとだるい。でも岩石封じがないマンダだからこそ、ここ岩パレス行きたい気もしますね。うん、こいつ積めば絶対抜けるんで、このマンダリュウマイとかやってないから、岩パレスこいつ最速なんで、あの106字数値で、だからカラヤブから、丸前まで抜けるっていう、140族の最速まで抜けるっていう、そういう耐久です。さあ、ここ相手のステミタックルをしっかりワンパン受けていく。まあ、これ頑丈なんで、どの道耐えてます。まあ、そんなところですかね。だから、まあ、本当に、まあ、コメントありきやし、僕の動画って、やっぱ向こう西からに、もともとニコ道出身で、やっぱニコ道から、やっぱコメントで、ある程度やっぱ盛り上げてもらってる部分あるんで、僕はやっぱコメント欄に関しては、そんな干渉はしたくない。ただ、なんだろうな、それの流れについていけないって人の気持ちもわかる。わかるけど、自分はどうしようもないし、別にそういうやりとりをしてもらってるのも俺は見てて楽しいし、まあそういうところっすかね。まあそんな感じでずっと、やってきてますね。そこもね、ご理解いただけると嬉しいかなと思います。ここ、シザクロで十分なんで、シザクロにします。はい。まあでも、3000個っていうね、その、個数。まあ昔のね、特に切り抜きとか、もう、無作為にバンバン上げてたっていうのがあって。いや、このミミッキーマジだるくね。もうミミッキーで積むのがほんとしょうもないな、ポケモン。耐えろ！あ、耐えないわ。まあでもなんか最近サブちゃんがやっぱ収益化がどうの頃になっちゃったのが、その原因がやっぱり、なんか天才がどうとかみたいな可能性もあったりして、もしかしたらこのチャンネルもね、何があるかわかんないんでね、ちょっと今後もしかしたら過去の動画の削除等もあり得るっていうところで、そこはご意ください。あ、やべえ、画面が消えた。レードビームします。これミミッキー凍らさないと勝てねえな。あ、10パー引け、10パー引け。来たー、来た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 。これお前、溶けな、溶けな、溶けな。あ、来た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 。いや、慎重に行けよ、ここ。毒付け2回か。毒付け2回でいけるな。毒付け2回でいける。毒付け2回でいける。頼む、頼む、もう一回来ってくれ。75% の継続だよね、これね。うわ、溶けたー！うわ、鶴舞積まれたー！お前、しょうもね、運だけ野郎が、ミミッキュー使ってるだけでレート1660いけるんですね。偉いですね、はい。しょうもない。はい、お前の方が、はい、お前の方が使ってるポケモンが強い。はい、運が強い。はい、以上。さあ、バッシングしました。アクアさんよろしくお願いします。ラティオス、ハッサム、ザンディング、ランドロシング、カプレヒリング、で、変なゴキブリみたいなやつということで、これ、岩パレス、いや、ワンチャンない、いや、ある。詰めれば、まあ、レヒレランド以外は、ああ、ごめん。言うてハッサムがきついな。ただ、ハッサム出してくるかな、相手俺のパーティー見て。ハッサム出しづらくないですか？いや、そんなことないか。ちょっとむずいっすね。まあ、ハッサムいるからファイヤー出してやりたいけど、なんか相手がもうちょっと出方次第で腐っちゃうから、ファイヤーは。ここは、まあ、初手、やはり、チラチーノでいいのかな。岩パレスなんとか使いたいよね、これ。まあ、マリルリはやっぱでも安定じゃない？マリルリ、フェローチェ、チラチーノで、出し順どうするかだけど、フェローチェ先でいきます。はい、フェローチェ先でいって、マリルリ、チラチーノも、チラつかせる。うわ、なんか相手の
あれだな、 T シャツかわいいな。なんか胸の部分がピカチュウになって、なんか胸が強調されてるわ。いや最近はもう本当に対戦よりもあれですね、もうポケモンカードを裏でやりすぎて、なんかもう全部がカードの能力に見えてくるんだよな。このサンダーもだってアサルトサンダー打ってくるあの HP110 のやつにしか見えないからね。ジラーチの後に出てくるあのサンダーみたいな、そんな風にしか見えなくなっちゃってるっていう。いやーでもこれちょっと厳しい、いや別に厳しくないけど、これどうなんですか、確定数分からへんねんけど、多分俺ファ吹雪やったらここ落ちんねやろうな。俺チキンなんで霊美なんですよねこれ、 Z 氷が。まあなんですが、ここはもう構わず Z 氷打っていきます。いやこれで落ちてくれたらめっちゃ助かるんだけど、頼む押してくれ、頼む。オッケー、この火力やっぱいいね。ビースティングブースティングバーチューリとかかっていく。あのまあ今のパーティー使ってて、そのマイナーがどうとかってあんま言えないですけど、まあ、ポケカでもやっぱね、あの非 GX のカードばっかり使うんですよ本当に裏で。非 GX って結構そのメジャーじゃではない方の普通のなんかその火力が抑えられてて、でもなんかトリッキーな戦いができるみたいな、そういう非 GX、 まあそのなんだろうな、対極性にいるカードなんですけど、なんかそういうのを僕よく使って対戦してますね。だから根っからのなんか、マイナー使いというか、それで他の人となんかやることが被りたくないっていう、なんか自分は特別でありたいみたいなそういう人間なんだろうな俺って。なんかどんなゲームやってもそういうとこ出てる気がするわ。これもうわ、毒好きめっちゃ刺さったな。ただこのムーンフォースはしっかりと受けきれずに、あ、そうか、ビーストブースで軽く上がってるからあんな入ったのか。まあでもファイローチはもう12分に仕事しましたねってなってくると、あとはもうこれチラチーノで上から殴り続ければ勝てるんじゃないかなと思います。まあ、なのでね、本当にマイナーポケモンでそのレート上位め、まあね、多分言ってる人もいるんだけど、目指しにくいやっぱウルトラサンムーンっていう環境がじゃあまりに自分にとってね、ちょっと酷だったなっていう。一刻も早く新作出てほしいもん。ただなんかこのサンムーンのねレートが本当に最後のシーズンとかはちょっと一回本気で頑張って回してみようかなっていうふうに考えてますね。ちょっとなんか完全に雑談動画っぽくなっちゃったな今日の。あーこれランドロスは、いやでも言うてマリルリがいるからもうほぼほぼ勝ちでしょこれ。頼む頼むっていうか、まあ普通にここ種マシン、あースイープビンタでいっかとりあえずは。こっから負ける、あ岩の台外して、こっから負ける要素あんのか逆に。なんかもうどんなゲームでもそうだけどさ、やっぱ勝ちが絶対確約されるっていうシーンって実は意外とないじゃないですか。どんなシーンにおいてもやっぱ負け筋って存在するし、その勝ち筋を通すより、まあ勝ち筋を通すっていうのはもう要はもう自分が8割方負けるっていう時にすべき行動で、優勢な時ほどやっぱちゃんと負け筋を潰すっていうところに意識向けなきゃ勝率って上がらないんだなっていうのは、もうカードゲームやっててもそうやし、ポケモンだってそうやし、対戦ゲームによってはもう絶対大事な思考っていうのが本当にいろんなゲームやってて最近気づかされますね。お前どんだけ外すねこれはなんか普通に申し訳なかったな。はい、大変ありがとうございました。なんか今日地味に買ってんねんけど俺。マッチングしました。はるかちゃんよろしくお願いします。バッシム、ヌメルゴン、テテフじゃないわ、パルシェン、ウィンディ、今日なんかちょいちょいウィンディいんな。マリウリ、アローリング、ガリガリ、どうしよっかな。いやこれさ、ファイヤーめっちゃ良くない？
言うほどか。いや、ちょっとこれファイヤー信じてみよう。で、そこの裏目として出てくるであろう、まあ、マリルリ・パルシェンをしっかりと刈り取れるチラチーノ。チラチーノじゃないか。チラチーノはないな。結局、カライブアンコールできないし、種マシンガンでも落としきれないから、まあだったら、とりあえず、しょって、いや、難しい択を迫られてんな。いや、チラチの初手持っていきます。で、ファイヤーは出して、ベローチェ行くか。いや、ほんとか？違うな。マリルリか。マリルリっすね。はい。あ、マリルリ、来た。よしよし。これは、これ、チラチーノで、種マシンガン二角かな。多分一撃じゃ無理でしょう。いやーむずい。結局じゃれつくなのなんだのからのアクアジェットで負けるっていうね。まあアクジェマリルで受けるか。後続のおっと、しかここ相手が引っ込めてくる。あー、ここでバッサミングが来るのね。はいはいはい。いや、でもこのじゃあバッサム、しっかり予定通りファイヤーで受けてみましょうか。きっかね。さすが、不一致4分の1。これ、一発あたりの火力。何？なんぼだ？ 6.5 とかやからな。弾でもこれでしょ。まあ、ここはもうさすがにファイヤーに交換だな。で、鬼火入れれば、マリルへの交換まで見れるっていう。メガなんだ、へぇ。なんか昔、メガハッサムが、鋼単体って感じがしてたな、俺。それ、ボスオドラなんだよ。あー、つるまいつまいだ。いや、でも、さすがにさ、これ、ファイヤー無理でしょ。まあ、かろうじて、等倍の技で攻めるぐらいな、合流するぐらいな。いや、でも、さすがそれリスキーだから、ここ僕、鬼火打ちますよ。マリルへの交換が一番嫌なんで、オッケーオッケー。これ、絶対マリルいいっしょ。鬼火、これ、鬼火マジ当たってくれ、ほんとに。当たればもう、ほぼ勝ち、この試合。よし！いえ、これ、ファイヤーが強い試合出たな、これ。で、さらに、ぶっすりと火傷にして、ただ問題はこっからね、まあ、ゴツゴツメットもあるんで、ワンチャンこれ、羽休め連打でいいんじゃないっていう気は。羽休め連打はねえか、さすがに。エアスラで、難しいなぁ。いや、多分巻いてもうファイヤーで積んだんじゃねえか。まあ、とりあえずエアスラやってみます。こういう行動が甘いのかな？ひるんだ！オッケー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 。これ、やすら2回でいけんな。ワンチャン降参あるか。ワンチャン降参ある。なるほど！メガ技か！あれ？これってなんだ？これ水じゃないよね？これ何これ？あー、ゼッティング腹太鼓か。終わった、俺。なに、HP 満タンにしてからさらにやるんだっけ。え、これ終わったんじゃない俺。いや、いやいや、さすがにさ。マリルリ捨てますわ。ちょっと。ここ絶対悪ジェなんで、相手。で、ファイヤーが行かれたら行かれたで、ハッサムちょっときついから。お前、そんなんおっちゃん知らんよって言ったらまたコメントで書かれるわ。こんなの知らないんだったらポケモンやめろっつって。まあ、とっくにやってねえよ。
とっくに俺ポケモンほとんどやってねえからな。まあ、とはいえね、これで俺が、まあ、絶対働き子知りませんでしたっつって、そのまま普通に負けたら、それはそれで本当に、そんなみっともない姿をね、3001個目の動画でね、見せるわけにいかないんで、ここもちょっと読みます。まあ、読むというか、ここもファイヤーに変える。で、5つ目のダメージ入れる。さすがに火傷プラス半減ってなれば落ちない。オッケー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 。5つ目ダメージ入れてさらに火傷ダメージも入ると。で、ここは相手さらに交換が怖いから多分アクアジェットは打てないんじゃないかなっていう気がするんだよな。どうだろうな。いや、だからつってないか。ここマリルリでいいっすね。ここマリルリでいいと思います。ここマリルリ。じゃれつくか。まあ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 。マリルリ行かれて、ただ、やけどダメージこれ残ると、わ、やばくね？これアクアジェットが。普通に受けれなそうだな。チラチーのポケルスかかったまんまやな。あー、俺にしくったか。今の今のとこもっとじっくり考えなきゃやったか。まあ、仮に悪事打たれてたらっていうあれもあったから、これ落ちるんすかね。これ耐えんじゃないの。あ、耐えるわ。あ、オッケー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 。さすがに相手の、まあ、やけど入ってる状態で腹パン積んだところでっていう課題評価しすぎたな。まあ、結局これチラチーノがいかれちゃうと耐えた意味があんまないな。え、じゃあ今のアンコールだったのかな。俺あのやけどとこれダメージだったらやけどの半減で落ちたのがアンコールだったってこと？つまり。俺またやらかした。あそこアンコールやったんか。これエアスラでもう運ゲします。やべ、難しいポケモン。うわ、下、お前の方が早いのか。てかもうそらふっか。耐えてくれ、頼む。これ耐えそうなんだけどな。耐えても結局エアスラが多分、倒せないんですよね、パルシェン。いや、この試合はマジで浅かった。いや、ポケモンむずいわ。これ負けっすね。いや、ちょっとこれ、なんだろうな。しっかり反省します。今度もしかしたら、まあなんか、何人か巻き込んでまた、15勝 RTA っていう企画を生放送でやるかもしれないんで、ちょっとそれまでに、ちょっとポケモンの考え方を鍛え直しておきますわ。